稲葉です。ずたずたず、はい、皆さんこんにちは。今回はなんとくら寿司が顧客体験価値ランキング2020第2位に選ばれました。この顧客体験価値ランキング2020第2位っていうのはね、一体何なのかっていうところをね、今回まあ説明しつつ紹介していきたいなと思ってるんですけども、顧客価値ランキングっていうのは欧米の方ですでに実施されてきた顧客体験価値調査を日本でね実施して、お客様視点での全ての体験を通じたブランドの顧客体験価値スコアを数値化し分析したものです。でちょっとねなかなか難しい。この選考基準説明させていただきたいんですが、この選考基準っていうのが皆さん想像してください。コロナ禍の中頑張ってる企業、特に印象に残ってる企業さんってどこなんかなって、全国にいてる3600人かのモニターの方が想像した中のお店が上がってくるんですね。その中のランキングでくら寿司が第2位なんですよね。ランキングなので各企業にスコアがついていくんですね。そしてそのスコアなんですけども、その計算方法は結構難しいんで、まあ簡単に説明すると、顧客が求める体験価値のこの5要素1から5項目があるんですけども、それぞれ点数をつけていきます。そしてその点数をつけていった平均点、それが各企業のスコアになるんですね。そのスコアがくら寿司第2位ということなんですよ。いやーすごいですね。第2位ですよ。すごいですね。はい、まあ、今回くら寿司が評価された理由なんですけども、くら寿司のウィズコロナ時代の対応が評価されたんですね。ここにね記事がありますね。ちょっと抜粋で読んでいきたいと思うんですけども、幅広い年代から支持を得て第2位に急上昇しました。顧客体験の5つの要素のうち、私向けのものだと思えるが特に顕著です。顧客のニーズや好みを理解し、価値観に合った体験を提供してくれるブランドとして他を引き離しています。私向けと感じる要素は人それぞれで、評価の理由としても1メニューの豊富さや工夫美味しさ、2コロナ対策も含めた安全衛生対策の徹底迅速さ、3顧客を楽しませるサービスなど様々挙げられ、価格を理由に挙げた人は一人もいませんでしたということなんですよね。感染症対策であったり、新しいお持ち帰りとかを販売したりとか、出前館を使った宅配であったり、車でドライブスルーできるお持ち帰りであったり、スナスコープを使った AI マグロであったりね、まあ、最近オープンした東村山店でしたら非接触型の店舗っていうことで、入り口から最後レジまでほぼ非接触で食事できるという環境を整えつつありますんでね、そういう取り組みが今回評価されたというふうに思ってますので、非常にね嬉しく思っております。他にね、どんな企業さんが入っているかと、他にはどんな会社が入っているのかっていうところなんですけども、第1位はディズニーさんですね。そして第2位がくら寿司で、第3位がオーケーさん、第4位がヨドバシカメラさん、第5位に米田コーヒーさんが入っておりますね。いやーすごい、これで2位に選ばれるっていうのはやっぱり今年そのねくら寿司の取り組みっていうのが印象に残っていただいたんじゃないかなと。ちなみにこの2位に稲葉ニュースが貢献してますか？いやこの2位に稲葉ニュースはまあ貢献してるのではないかなと思いたい。いやこれからもね、まあ、くら寿司とともに稲葉ニュースも頑張っていきますんで、応援よろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでとなります。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ここまでは178こと稲葉がお送りしました。やんやん、ではまた。ありがとうございました。あ、カッコつけてる、はいはい、いやカッコつけなくて、カッコつけなくていいよね、はい、すごいポジピース、あ、これ今やったらあかんやつや、はい、すいません。